ロシア空軍の弱さが露呈し世界に衝撃が走っているんだけど、高級複座戦闘機であるスホイ34戦闘機が撃墜の情報をキャッチしたよ。すでにロシア空軍全体で184機ほどの撃墜が確認されており、未だ航空優勢を確立できないロシア空軍への能力へ疑念の声が上がっているからな。ウクライナを甘く見ていたのかな？隠したと思っていた相手に、とことん抵抗されて、ロシアは腹立たしい気分だろうね。そうだね。さて今回は、このスホイ34戦闘機撃墜について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア空軍機がウクライナ軍によって撃墜されたとの報告が相次いでいるんだけど、2022年4月25日にロシア空軍の複座型戦闘爆撃機であるスホイ34フルバック NATO コードネームと思われる軍用機が、ミサイルによって撃墜された様子が撮影された映像がインスタグラムなどから出回っているよ。複数のアングルから、同様の映像が上がっていることから、これらは捏造されたものではなく、実際に撃墜されたものと思われるぜ。ウクライナ空軍の Facebook アカウントで伝えたところによると、スホイ34を撃墜したのは空軍の防空システムとされていて、スロバキアなどから供与された S-300 ではないかと見られているね。映像には攻撃を受けたロシア軍用機がくるくると切り揉みをしながら、墜落する場面が撮影されており、やがて落下した機体が爆発して炎上し、黒い煙が立ち上る様子も撮影されているんだ。また、他の映像では上空でパラシュート2個が開く姿が撮影されていて、おそらくこの機体から脱出したパイロットと兵装担当要員の2名が脱出に成功したのではないかと思われるけど、この2名が生存しているかどうかについては明らかにされていないよ。この映像について現地の新聞などのメディアがウクライナ軍がハルキウ周辺でロシア軍機を撃墜したとして、ウクライナ空軍によると、撃墜されたロシア軍機は主力のスホイ34であると報じているんだ。また、ウクライナ軍が4月26日に明らかしたところによれば、ロシア軍の攻撃が始まった2月24日以来、ウクライナ軍はロシア軍の航空機184機及びヘリコプター154機を撃墜ないしは破壊したとしているね。ロシア軍機の主力か、スホイ34について詳しく教えて。撃墜されたと報じられている戦闘爆撃機スホイ34フルバックは、2014年に公共株式会社スホイカンパニーとなった旧ソ連のスホイ設計局が開発した複座型の第 4.5 世代に分類される戦闘爆撃機で、1994年に量産原型機が初飛行し、2007年1月から運用されていて現在も調達中となっているよ。スホイ34の原型は第4世代のベストセラーマルチロール機であるスホイ27フランカーとされ、搭乗員2名の複座型だけど、前世代の戦闘爆撃機であるスホイ24と同じくコックピットが複座型としては珍しい形式になっていて、パイロットと兵装担当要員が左右に並んで搭乗する並列型サイドバイサイドとして、左席がパイロットで右席が兵装担当要員席となっているんだ。機体の外観で特徴となっているのはサイドバイサイドのコックピットの他に、機首にチャインと呼ばれるフィンのようなものがついていて、カモの端のくちばしのような形状をした扁平状のレドームとなっていることと、スホイ27でも特徴とされていた最後端中央部の長く伸びたテールブーム部が、薄い板状のものからスティンガーと呼ばれる太い形状に変更されているのが目立ち、その先端部には補助動力装置 APU が収納されて排気口が設けられているよ。また、前級の週24ではコクピットのキャノピーが開いて搭乗員が出入りできたんだけど、スホイ34ではキャノピーが固定されていて搭乗員の出入りは前足収納庫にある乗降口を利用する仕様になっているんだ。陸上において出された状態の前足の後ろ側に簡易はしごが装着されていて、搭乗員はそれを伝って収納庫内に入り、コックピット背面に繋がっているドアから出入りする方式だね。搭乗員区画は 17mm のチタニウム装甲で保護されていて民間航空機のような与圧機能があり、高度 9000m までは搭乗員は酸素マスクを必要としないんだって。また、これまで西側諸国の間の定説として、スホイ34の座席後方のスペースには電子レンジが備えられた簡易キッチンギャレーがあるだけでなく、トイレがあるとされていたんだけど、ロシア国防省の公式チャンネルであるズベズダが公開したコックピットの映像によって、実際にはレーション機内食やコーヒーなどを入れる保温ボトルと、トイレではなく市民逆流防止機能付きがそれぞれ2名分設置されている他に、レーションを加熱するための電子ヒーターが設置されていることが明らかにされているね。そして、座席後方の通路部分の天井が高く、人間が完全に立ち上がることが可能であるため、ここで搭乗員がストレッチやスクワットをすることができ、エコノミークラス症候群の予防が可能であるとされているんだって。搭乗員に優しい戦闘機なんだね。ちゃんと考えられてるんだ。
スホイ34の機体サイズは全長 23.34 メートル、前高 6.09 メートル、翼幅 14.7 メートル、翼面積 62.04 平方メートルと、スホイ27とさほど変わらないんだけど、空挙重量は 22,500kg とされていて、スホイ27の 17,700kg より 500kg ほど増しており、特に燃料搭載量が 12,100kg となって、スホイ27の 9,000kg から大きく増やされていて、航続距離が 4,000km 伸ばされているほか、最大兵装搭載量も 8,000kg となり、スホイ27の 4,400kg を大きく上回るものとなっているよ。この重量増加に対応するためとして、スホイ27では単車輪式であった前足と飛脚が強化され、前足は副車輪式に、飛脚は前後タンデム型の副車輪式に変更されているのもスホイ34の特徴だね。有利化サプールン製 AL31F ターボファンエンジンが2機搭載されていて、最高速度はマッハ 1.13、 高高度最高速度マッハ 1.8 を発揮するんだって。スホイ34の墜落で思い出されるのは、2019年に日本海で発生した2機のスホイ34が空中で接触して墜落した事故で、1月18日に間宮海峡上で訓練飛行中の2機のスホイ34が墜落し、計4名の搭乗員が脱出したもので、操縦ミスが原因である可能性と、ロシア海軍が太平洋艦隊の艦艇やヘリコプターなどを動員して、脱出した乗員の救出活動を行っていることをタス通信が報じたものだね。脱出した4名の搭乗員については、対潜哨戒機に発見されてヘリコプターで救助された1名が生存したが、海上の艦艇に発見された2名の死亡が確認され、残る1名は行方不明とされているよ。ロシアのウクライナ侵略においては、西側諸国も当のロシアも開始から早ければ数日でロシア軍が首都キーウを陥落させ、ウクライナが降伏するだろうと見られていたんだが、大方の予想に反してウクライナの前線が伝えられ、ロシア軍には過大な損害が発生しているな。その原因として挙げられているのが、ロシア軍が先制攻撃としてのミサイル攻撃でウクライナの軍事施設を破壊しきれていなかったことで、特に S300 などのミサイル防空システムへの攻撃が不十分だったのではないかと見られているぜ。そのために侵攻開始からロシア軍機の損害が相次ぎ、地上目標を爆撃するロシア軍機が対空ミサイルを避けるための低空飛行を強いられ、地上の歩兵が携帯しているスティンガーなどの餌食になっているみたいだね。これが事実であるとすると、ロシア軍の大失態であり、他国籍軍が航空優勢の確立に成功した湾岸戦争の戦訓を見れば、航空優勢確保の失敗が現在の戦況を作り出した最大の原因だろうな。また、ウクライナ軍にはスロバキアなどから S300 がさらに供与されたとの報道があり、その防空網がより一層強化されていることが想定され、ロシア軍機による空爆はさらに困難となることが予想されているぜ。そこに来て、4月26日にドイツがゲパルト自走式対空砲50両をウクライナに供与するとして発表していて、この報道に対してインターネットでは、今さら50年前に開発された自走式対空砲が役に立つのか?といった疑問の声が上がっているんだけど、ウクライナのミサイル防空網が健全であるとすれば、その攻撃を避けようと低空に低速で侵入してくるスホイ34などにはかなり有効であるとの見方も出ているよ。また、低空飛行する航空機に対してはスティンガー等の携行対空ミサイルも極めて有効であるため、ロシア空軍機は航空、低空ともに逃げ場がないような領域での活動を強いられることになるからね。黒海に展開していた黒海艦隊機関である巡洋艦モスクワが撃沈されたことにより、ウクライナ南部地域に対する S300F での制圧が解かれたことによる、ウクライナ空軍の活発化も見逃せないぜ。S300F は S300 の艦載版だけど、強大な射程を持ち、黒海に有力するだけでウクライナ空軍の活動を抑制できていたんだ。だけど、巡洋艦モスクワが撃沈されたことにより、黒海での SAM コンプレックスが崩壊し、今では黒海はバイラクタル TB2 の狩り場となっている状態だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。もうすぐ夏だし、意味がわかると怖い話でもしようかな。僕怖いの苦手なんだけど大丈夫かな?意味がわからなければ怖くないから大丈夫だ。バカにしてんじゃねえよ。まあまあ、本題に入るよ。ゆうゆうちゃんには、お兄ちゃんがいたんだよ。お風呂に入るのを嫌がったからキノコになっちゃったんだ。そう言って父はよく、幼かった私にアルバムを見せていた。アルバムのあるページからはキノコの写真が何枚か入っていたそうなんだ。今思えば、お風呂に入ることが嫌いな私を入れさせるためについていた嘘だったらしいんだけど、小さい頃の私はそのことを本気にしていた。ねえ、お兄ちゃんは今どこにいるの?とある時父にそう聞くと、父は、お庭だよと答えたそうなんだ。当時の私はそのことが怖くてたまらなかった。なぜか信じていたのかは、今となってはよく思い出せない。
私は久しぶりにアルバムを開いて、その訳を知った。どうだったかな？全然わからないよ。俺はわかったぜ。実は本当にお兄ちゃんはいたんだけど、兄が庭にいると言っていたんだけど、それはキノコとしてじゃなく死体が埋まっているんじゃないかな。そして、死体を埋めたところから生えたキノコをお兄ちゃんの生まれ変わりとしたのかも。そのお兄ちゃんはお風呂に入らなかったから殺されたのかもしれないね。めっちゃ怖いじゃん。みんなもわかったかな？それじゃ今日の動画は終わりだよ。